もう1点ひろきが入れてたんですよね、それでいい感じでボールも回ってて、外から縦パス来て、ソンドンがいい位置にいるのも見えて、でこう叩いたらちょっと浮いちゃったんですけど、ソンドンがまたいい落としをくれて、なんかいい感じで抜け出せたかなと思います。